マートルアベニュー駅はニューヨーク市地下鉄 BMT ジャマイカ線の急行停車駅である。ブルックリンのマートルアベニューブロードウェイ交差点にあり、J 系統及び M 系統が終日、Z 系統がラッシュ時の混雑方向に運行されている。二層構造の高架駅であるが、客扱いが行われているのは仮想ホームのみである。上層ホームは BMT マートルアベニュー線のもので、かつては ブルックリン橋経由でダウンタウンブルックリン及びローアーマンハッタンまで運行されていたが、当駅からマンハッタン側の区間は廃止されている。駅のすぐ東には BMT マートラベニュー線と BMT ジャマイカ線を結ぶ渡り線が設けられている。滑走ホームは1888年9月16日に開業した2面3線の島式ホームである。中央の線路は JK Z 系統の平日ラッシュ時の急行運転と、深夜帯の当駅、ミドルビレッジマイナスメトロポリタンアベニュー駅間のシャトル運行で使われる。それ以外の時間は、すべての列車が外側の観光線を走行する。当駅より東では、J 系統、Z 系統とも BMT ジャマイカ線の観光線を走ってクイーンズ区へ向かう。M 系統は S 字カーブで、 BMT マートルアベニュー線に合流し、メトロポリタンアベニュー駅に向かっている。この渡り線は、ニューヨーク市地下鉄では、ほとんど見られなくなった平面交差区間で分岐器が設けられた営業線という意味でも希少である。この平面交差は運行上のボトルネックにもなっている。近くにあるマートル・ワイコフアベニュース駅と区別するため、車内放送では、 マートルアベニューブロードウェイ駅とアナウンスされる。グリーンに塗られた支柱とフレームで支えられた茶色の屋根が両端の一部を除いてホーム全体にかけられている。駅名標はニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白文字のものである。駅舎は BMT マートルアベニュー線の高架下に設けられている。各ホームから階段でホームした連絡通路に下り、 クイーンズ方面側の短い階段を上がると、駅舎の待合室に出る。改札を抜けると、トークンブースがあり、2本の階段で、マートルアベニューブロードウェイ交差点の北東角及び、北西角に降りることができる。バーナハートが1999年に制作した、ジャミン、アンダーザエルというステンドグラス作品が、駅舎やホームの表示板に掲げられている。これは音楽に関連した。 様々な情景を描いたものである。廃止された上層ホーム上層ホームは1889年4月27日に BMT マートルアベニュー線から BMT ジャマイカ線への乗り換え駅として開業した。上層ホームをブロードウェイ駅とした看板もある。近隣にあったスタイベサントアベニュー駅は上層ホームの開業に伴って廃止された。一面二の島式ホームを有し、 仮想の2本のホームに降りる階段が設けられている。BMT マートルアベニュー線は1889年7月21日に、マートル、ワイコフアベニュース駅まで延伸されたが、ブロードウェイ駅ブリッジ、J ストリート駅間は1969年10月4日に廃止され、ニューヨーク市バス B54 系統に置き換えられた。駅入口。ありがとうございます。